メールするわ、そしたら、うん、はい、おはようございます。はい、じゃあ高田馬場ゲーセン、ミカドです。今日はじゃあバージョンファイター 3TV 最後のランキングバトルということで、まあ今後もやる、まあやるとは思うんですけど、第1期完結編ということでね、じゃあ解説のリカちゃんとじゃあ今日はお送りしていきたいと思います。はい、ですね、1P 側がどっちだ、ウルフ渦巻選手ですかね。で 2P 側が NAK、ジェフリーとなっております。この組み合わせどうですかね。これもまあこの間もよくあった組み合わせなんですけど、ウルフはまあ距離が離れるとやりやすいんですけど、うん、ジェフリーの高膝がまあかなり鬱陶しいと。なるほど、はい、やはりあの膝対策をどのようにウルフが。そうですね、あれ投げ角なんですけど、うん、投げるのが難しいんですよ。なるほど。さあエルボー、ここはまずは渦巻一方接種。まあ距離感のあのキャラごとによってその、ね、まあ自分の得意な不得意な距離があると、はい、ありますね。その辺をよく把握して戦ってほしいと、はい、さあスウェイからエルボー、おーテイクドロップ。このウルフの方は動きかなりいいですね。おお、いいですね。エスケープキャンセルから攻めるとかやってるんで、はい。さあここはボディスラム、投げ角状況よく分かっているか。さあエルボー、さあシャガパン透かしてゲダンキック、シャガパン肘アッパー返していくわ。いいですね、マケンロー、はい、ゲダン攻撃、渦巻きがリーチ。さあワンパン、これジェフリーはやっぱちょっと接近して小膝を振り回していきたいですけどね。うん、やっぱりあの膝ね、はい、この間も再三お伝えしてるあの膝をどう使っていくか、はい、エスケープ結構やってくるんで、うん、まあ、投げを決めてエスケープを封じて、うん、って感じでいきたいんですけどね。なるほど。さあここは通常投げ、はい、ブレンバスターが入る。ウルフは逆に牽制技はやっぱりシャガパンになっちゃうのかね。とタッチパンですね。タッチパンシャガパン、はい、これを軸に戦っていきましょうということで。あっと逆水平読まれた。お投げ抜けて負けろ、はい、渦巻き勝利。じゃあ次なるいる、なるなるなる、なんかさっき見かけたようなような、いないや、なるイデア、イデアイデア、ごめん試合中ごめん、こっちで試合してくれ。ツーピー側に乱入して、そうそうそう、それお願いします。今ウルフやってる彼のところに乱入してください。じゃあだってなんだっけ、アンダーセルで働くイデアがじゃあ 2P 側に乱入します。これ影ですかね。影、あ、影ですね。うざいですね。はい、もう強キャラ大好き若者ということで、じゃあイデア影を選択して、これは組み合わせ的には相当いやきついですけど、きついですけどね、はい、ただガードして投げとショートショルダーの2択をしっかりかけていけば、うん、なるほどね。あ、いいです、いいです、でも悪くなかったですね。悪くないです。ここはタッチガードさせてショートも全然ありですからね。なるほどね、はい、さあゴーポジション投げせる、蹴り置きやってた後やっぱり有利なんで、ああやって投げに行くっていうのは重要ですね。ねえ、はい、まあリカちゃん選手は基本的にウルフ使いなので、まあ強い影とかと散々戦ってるとは思うんですが、です、ね、はい、さあここは、まあ、組み合わせ的にはまあ胃が痛くなる組み合わせが多いと、はい、さあどうなるか。おーテイクドロップ、いいぞ。 いいですね。まあ、あとはね、ウルフ的に言うと、まあ、グリズリーってあのマケンローって言われるやつで、こかしてって置き攻めみたいなのがいいですね、うん、グリズリーでいいよ、グリズリーでグリズリーでね、はい、さあ膝蹴り、おーこれ、あ、いいですね、あ、ダメだね、良かったですね、良かったですね、はい、さあ下段、シャガパン、ーいい、ね、おーテイクドロップ、はい、あれ出すの難しいですけど、難しいですよね、はい、横下系、はい、ね、ニュートラル通さないと出ない、ニュートラル通さないと出ないですね、はい、あんなん出たことねえよ、俺いやー難しいよ、あれは難しいですね、おしゃれな技、おしゃれな技ですね、はい、おしゃれキック、あーっとショートレンジタックル、ここは立ちガード、あーいいですね、いいですね、ちゃんと投げ角投げてるんで、投げ角はしっかり押さえて最大を取っていく、はい、さあワンパンガードして影、これ結構押し込まれてるんですけど、やっぱり肘とか使って細かく攻めていかなきゃいけないんですけどね。なるほどね、はい、まあとはいえ 3TV やっぱアンジュレーションの影響もあるんで、はい、そうですね、今結構ありましたからね、うん、はい、組み合わせきつくてもなんか諦めるっちゃいけないですよね、はい、あー下段グイゲリもらってしまった、膝蹴り中段、そしてお打ち、あ、いいですね、これあるんじゃないですか、ウルフ、ウルフあったー、お見事、渦巻き、はい、投げ角を投げてるとやっぱウルフは強いですよ。そうですね、はい、天神いる、天神今日いないか、いないっぽいな、 DAD いる、ニピオいる、ニピオ、ニピオいる、ニピオ、さっきいたような気がした、あ、ニピオいた、じゃあニピオツピガに乱入してくれ。ニピオ選手は一応鉄拳勢なんで、ああ、まあ、3TV とはバーチャルファイターもまあそこそこ 3D の格闘ゲームいけるんじゃないかと思わせる感じがあるんですけどね、はい、その後普通マグロエアガイつかめんですが、いなそうだな、マグロいる、マグロいる、マグロいないな多分な。というわけでアキラを使っているのがニピオ、最近アキラあんま見てないんでちょっと楽しみですね、これ。なるほど、はい、やっぱアキラはやっぱシリーズ的には最弱のアキラと言われてるんですけど ね、 ね、でも強い、まあ、言うても強いですけどね、まあ、僕としては4のアキラ見た時驚愕しましたけど、なんだこれっつってなんだこれ、はい、なるほど。
さあここはブレンバスター、いや SSD だ。おいち、言うてもこれ避けれますけど、うん、まあ避けるの難しいですね。ああ、あれは避けれるんですけど、言うてもメーカー補償切れてないですからねこれ。そうですね、まあいわゆるそのリモンチョウチュとかモコとか早い突進技でこう仕込んできて、はい、まあ、初心者的には非常にアキラ戦いづらいんですけど、なんと便利、 3TV にはエスケープボタンがあるんですね。そうなんですよね、アキラ相手にどんどん使って、はい、最初のうちは翻弄してほしいかなという。そうですね、おばい、あ、今の感じで避けて投げを入れるっていうのは、うん、結構アキラ戦は重要になってきますね、はい、逆にアキラはああいう時は投げに行かなきゃいけないんで、エスケープは投げれますから。なるほどなるほど、はい、さてズダンコ、ここはおっと投げに行く、アキラ倒し込んで追い打ち、中段避けて、SSD か、いや投げ抜けた、ね、おっとハイキック、まあ、あの辺の攻防がアキラ戦はまあ面白そうですね。そうですね、はぁ、なんか途中止めなのに強いみたいな前からの3段、はぁ、ガードして、あ、いいですね、PK、はい、リモンでやっぱ攻めていくっていうのも重要ですから。そうね、やっぱリモンでね、はい、押し込んでいくっていうのはね、アキラのやっぱ攻め方ですからね、まあ、TV だけだと思うんですけど、うん、ヤクホはガードされると膝が勝手しちゃう。あ、なるほど、おっと、ね、来ちゃった、はい、鉄拳勢なのに、鉄拳勢しっかり出せるぞ、あー、チャイス右に投げないでお願い、あ、いやー、あー、わー、大丈夫、はい、まだ生きてる、ね、まだ生きてる、はい、タックルエルボー、いやー、アグレッシブ渦巻き、勝ちまくり、マグロ、あー、フツ、フツいる、フツ、フツ、今日いないな、マグロ、マグロいる、マグロ、エアガイツカメンもいないぞ、じゃあ八丁堀ですね、じゃあ八丁行ってきて高低差と相性が悪いっていうか、はい、はい、あれですよね、なんかこう、ま、なんていうんですかね、その安定しない、安定しないナイグはね、はいはい、それをどう取るかじゃないですか、はい、面白いと取るか、はい、なんだよ俺のセットプレーが美しく毎回同じように決まらないじゃないかと、ストレスに感じるかは人それぞれっていう感じですかね、はい、まあアンジュレーションがね、激しいステージは激しいステージで面白いですけどね、場所の取り合いになるんで、ね、場所の取り合いっていう要素までなんとかやり込んでほしいところですけどね、はいはい、じゃあ帝からの資格、八丁堀ジェフリー、おっといきなりウルフの SSD、 あー SSD 決まってますね、今日は SSD が冴え渡る、はい、さあ膝蹴り、シャガパン挟んで起き上がり、渦巻選手、今日はなかなかアグレッシブ、うまい、読んだけど投げれなくて、両者エスケープからワンツーアッパー、喧嘩キック埋めて、またか SSD、はい、まあでもさ、ほら今更さ、ほら、まあ、はい、俺らもいい年になってさ、その、はい、アンジュレーションあるからこのゲームやんねえとか、なんかそういうこと言う年でもねえでしょっていう話でさ、ね、はい、楽しんでいこうよという感じ、あーっとおぎげり、あれ、アッパーボディブロー、ワンパーからショートレンジ、膝暴れ読んで、そうそう、素晴らしい、ですね、はい、連続技、アッパーでかして、さあ八丁堀、今日はまあ八丁堀となんか最近ワンばかり、あー、しゃがみ投げタイガードライバー、いや、ダッキングローね、さっきあれどうなのって聞いてたんで、いや強いですよって言ったら早速使ってますね使ってました、しかし残念ながら当たんなかったっていう、あ、なるほどね、はい、さあ SSD エルボー、あー、八丁が死ぬ、八丁キックから追い打ち、起き上がり、下段、あー、あ、これですね、はい、膝を忘れてはジェグリーは、はい、ダメですからね、はい、あの膝がとにかく有効になる、有効ですね、うん、あー、ボディスラム、これ今日結構決まってますね、これ決まってますね、はい、エルボー、あれやられるとやっぱりきついんで、うん、フェリオキガード当てられた後に回復して暴れるっていう行為をしなきゃ、ね、うん、あー、なるほどね、はい、いやー、やっぱりもう、あー、お気蹴り読まれてー、安定のリストックローですね、はい、投げが入った渦巻き勝利、強いですね、強いですね、はい、レシオ選手いる、レシオ選手いない、今日見てねーな、カナディアンマンいる、カナディアンマン、カナディアンマンいる、カナディアンマンいない、マサオは、マサオ、この人、あ、40位、あ、じゃあ、マオスケ、マオスケ選手、じゃあ、乱入お願いします。この間、この方、あの中級、初心者中級者大会にも出て、あー、なるほど、はい、そうでしたね、じゃあ、マオスケ選手、2P 側に50円売れて乱入だまあ、SSD 抜けたら背後投げ確定なんで、背後投げ、はい、まあでも今日渦巻選手読みがちょっと相当きついんで、あれは当たってたんで、さすがの八丁堀も温まるということで、はい、というわけで、前回初中級者大会優勝した真央介、あ、いや、優勝は、あ、優勝じゃないですか、はい、ベスト4ですね、ベスト4、真央介選手ということで、今日はジャッキーを選択、さあ膝蹴り、あ、いいですね、これは図書館ステージ、エルボスピン、ナイスカード、肘で返して、下段パンチ、ここは1回バックステイ、やれ、おお、下段ガード、あー、届かなかったっすね、アッパー、はい、届いてないのか、肘、あー、これがアンジュレーション、
佐藤さん、ボディスラム、ウエスケープからの投げかなりこう冴えてますね、はい、冴えてますね、冴えてますね。さあここはスプリング置きを避けてタイガードライバー投げ、マケンロー浴びすぎり避けてダウン落ち、おっとこれボディスラム、あー厳しいですね、わー落ちた、ピンアウト落ちたか。渦巻選手今日強いです。下段投げ読まれて駒投げが入る、サッカーボールキック、ジャッキーはあれですね、 PP エルボーとかでこう攻めていきたいところなんですね。おーよっとしゃがみ投げ、ダブルアームのスープレックス、膝蹴り、下パン、アッパー、おー、今日は冴え渡る、コンボしているぞ、はい、テイクドロップ、おしゃれに、お見事、おしゃれに決めたぞ、おしゃれ、はい、おしゃれキック、カナディいない、マサオもいないっぽいな、マインさんいる、マインさん、いないな、まだ、まだゲーム作ってますね。イチジク選手いる？イチジク選手、イチジク選手いない、いない、はい、みーちゃんいる？なんかみーちゃんも見てねえような気がするな。ゴンブト選手いる？ゴンブト選手います、います、ゴンブト選手、じゃあ、はい、ワンピー側に乱入、まあ、彼もジャッキーなんで、ジャッキー、はい、どうウルフ的にジャッキーと戦うとき、いや結構きついんですよ正直、ジャッキー細かい技で攻めて来られるときついんですよね。まあ普通に高性能ないわゆるエルボースピンキック、そうですね、前 PK という技があるんですけど、はい、あれ3回当たったら死にますからね、あれが3回当たると終わるという、はい、ところがまたミソになっていると、はい、これですね、これですね、この今のは繋がんなかったですけど、はい、まあ、やっぱあの辺はメーカー保証がついてるのでかなり強い技、信頼できる技になっているので、はい、まあ、いかにそれを読んでいくか、はいっていう形になるのかな。さあ下段キックガードして、あっとやっぱりエルボースピン、エルボースピン、これは強いんですよね、ちょっと待ってとか、あ、はい、なるほど、警戒するとああいう風に投げ決められちゃうんで、うん、まあ、ジャッキーはこういうのうまく使っていって、そうなんですよね、はい、まあ、あとはバーチャ2から採用されているあのディレイと呼ばれている、はい、テクニックがまたねうっとしくてです ね、 そうですね、肘ガードした後にちょっと待って手出されると2択かけられなくなっちゃうん で、 うなんで、ね、なかなか難しいことになっていると、はい、そう流れがねジャッキーの方に行ってて、そうですね、結構厳しいですね。さあ渦巻きここまでか、いや投げ抜ける、下避けられてショートレジタックル、膝、いやコンボしっかりしてますね、はい、はい、さあ下段大きい中段キックから、おっとダブルアームスプレックス、エルボー、ここは一本なんとか取り返したい、ガードしてマケンロー、あぶれ、おーうまい、おいいですね、うん、はい、ブレンバスターしっかり投げていく、さあ末から、おっとフランケンシャイナー、 あれ結構強いですよ、いいですね、フランケンシャイナー、はい、あっと出したハンマー効く、あジャッキーにはいろんな技が揃ってますからね、そうですね、中距離はダッシュハンマーで攻めれるし、うん、近づくためのコンボエルボーってパンチからの連携もあるんで、あるんでね、はい、なかなか難しいということで、はい、ウルフここはダブルリーチ、さあ軸移動、あ軸ずらし、足をね軸変えることができるんですね、はい、ジャッキーはね、さあここでどうする、あっと駒投げ、ジャッキー上にいる方が実はきついんですよね、うん、あの肘には当たりづらくなっちゃうっていう、なるほどなるほど、はい、上にいると当たりづらくなると、はい、これはまずい、ただもうこんだけリードしてると、ああまあこうなるかなと、投げが入って勝利、ゴンブト、よかったですね、渦巻選手、はい、ありがとうございました、30位アップ渦巻、素晴らしい、ユーチャロいる、ユーチャロ選手、ユーチャロ選手、渦巻じゃなくて何でしたっけ、 NAK だ、ごめんなさい、はい、ユーチャロいる、ユーチャロいない、じゃあ俺か、じゃあ俺行ってくる、あ、はい、NAK さんですよ、 NAK さん、あれ何連勝だったんですかね、かなり勝ってますよね、1、2、3、4、5ですね、あでもまあ、いやすごいすごい、可能性は、可能性は全然あるという、はい、というわけでゆうちゃろがいないので池田美濃六、その次アキラ、アキラですね、あれアキラいたよな、ガロスピやってんすかね、アキラ次だよ次だよ、じゃあ池田ミノルクと、ゴンブトてかなんでゴンブトこの順位なの、いやおかしくないか、いや彼は TV やってないですから、ね、あやってない、実際問題は5かららしいので、あ、はい、最近やりだしてどんどん強くなってきてる感じですよ、えでもいわゆるゲリラ道場入門生じゃない、いやまあそうですけどゲリラさんとしてはいやーって感じだ、いやーっていう
いやでもしっかり今ね投げ角ちゃんと投げてたんで、いやもう本当にね最近よくやっててめきめき強くなってるんで、これは期待できるジャッキーかなとは僕は思ってますけど。いやなんかいいですね。いやーフォーチックな、お抜けてる、これは投げ角じゃないんですね。いや一応投げ角、あ一応投げ角、ただし連打じゃ入んないんで、あれあえっ、ー、となんかあれですね、あの消費ってやつですね、消費をしないといけないという、はいはい、なんでそんなめんどくさいことさせんだよと思うんですけど。さあドット残りで勝利ゴムと、さあ、あいいですねこのミドルキックやっぱ振り回してってと、お、あれはいいんですね、あれは全然大丈夫なんですね、はい、おショルダーからダイダウン、さあミドル、これ上に上アンジュだとウルフ大ダウン入んないんですよね。あ、はいはいはい、はい、おっとこれはまあとりあえずごちゃっとしてましたね、はい、今、はい、ちょっとボタッと一本取り返して、あいいですね、あっと釣られましたね、いやーいやらしい、いやらしい、ミドルガードして、いやこれ、これは、ね、あ消費はできません、はい、いや難しいですからね、あれ難しいですよね、はい、おっミドル、あショルダーショルダー、はい、ダイダウン、いい感じ、ビビるな、あー投げに行ったんですけどね、さあ池田ミロロックに勝って、そして次アキラですね、アキラゴムタン入ってください、いやー3は面白いね、やばいね、やっぱ奥に動けるのは、ね、奥に動けるってのはもう素晴らしいね、ワンばっかりやってるんで本当最高、ね、もう押し出されないですからね、やばいね簡単には、というわけでアキラ選手ガロスペース、パイを使ってワンピー側と、パイ、いや強いですよ、パイ強いですよね、なんかパンチがやっぱ速い、速い、そうなんですよ、押し付けできるんですよ、押し付けが結構セットプレーが強いキャラクターになっていると、はい、まあバーチャーらしいキャラですね、そうですね、まあ、あと当て身とかも実はあったりして、うん、結構減るんですね、さあ投げた、はい、まず一歩選手、なんかあの初段がさ下段から始まる連携あるじゃないですかパイの、はいはいはい、あれがいい感じですよね、はい、まず食らうっていうね、あの俺とかのレベルだと、そうですね、あれ結構 3PP っていう技なんですけど、出す方も実はちょっと難しいんですよ、ね、ああなるほどね、はい、連打だとあれ確か出ないんですけど、あそうなんだ、はい、さあここで DDT に切り替えていく、いいですね、はい、よろめかした時はやっぱりパイ最大にダメージ取れるチャンスなんで、そうね、しっかりにダッかけて、さあここで大きい蹴りからエルボスピン、いやいいですね、投げ角、投げ角しっかり狙っていく、はい、さあここであのサイドキックもいい感じに速いくて使いやすいです ね、 そうですね、使いますね、あれは主力技ですね、主力技、はい、なるほどね、危ない踏まれた、ここはアキラがリーチ、あーエルボスピン、いやこのジャッキーはこのエルボスピンですね、やっぱエルボスピンを軸に、はい、バレバレだけど強い、あれでビビらせて強引に投げ投げるみたいなね、はい、強いて言えば PK がないのが弱みですかね、パイ、ああそっか、PK 技がない、そうですね、うん、あとパイは実は下段あのいい中段がサイドキック以外がない、なるほどね、ああマイ P はそんなに使えないんだ、というわけでアキラ勝利、じゃあ次薄着のお兄さんいないでしょ、里山見てないでしょ、チョコボールリューダー来てない、赤間さんいる、赤間くん赤間さんいないね、でポチョムキンいないよね、はい、いないよね、ジョニキいる、ジョニキ、ジョニキ今日いたっけな、いなかったような、ジョニキいないな、同僚の総さんは帰ってきてるんですけどね、あホナミアキラ、ホナミアキラいる、いない、いない、いないですね、はい、長谷川さんも見てない ね、 いないね、はい、ダビーいい間に合ってない、はい、エドちゃんいない、パツン出番だ、パツン出番、じゃあパツンお願いします、前回のバーチャファイター1大会優勝したパツン影ですね、はい、あパツンアキラでしたっけね、パツンバーチャ1の時はね、3だと影ですね、3だと影でしたっけ、それで玉川に、玉川にいます、いや見てない、見てない、はい、エビさん、エビさん来てないですね、いない、はい、メガネ君もいないよね、はい、シンゴ、じゃあシンゴ、次シンゴです、はい、じゃあ準備しといてください、 1P 側アキラ、 2P 側前回のあのバーチャファイター1大会で、感動の優勝を果たしたパッツンアキラ、いや 3TV だとパッツン影でございますね、いやすごいですね、あの2や1とかやってると、うん、3かなり難しいんじゃないかな、いやー操作全然違うんで違いますね、
まあその辺はもう別ゲーと割り切ってやっているのかもしれませんけどね、はい、さあそばって避けられて下段の水面蹴り、アキラが非常にうまい攻めを見せていく、いいですね今日、はい、おっと危ない、背後から蹴り、ここは出して逃げていく、背後を取られた時のさ、なんつうの冷静な対処がね、やっぱこのバーチャファイターは難しいですよね、はい、ちなみに3の消費って何あるの、消費、消費のために前ダッシュをやるの、前ダッシュ、前ダッシュ、前ダッシュで一振りで消費できる、あ、前ダッシュを最速でココンって入力して、はい、あの3は移動が前ダッシュが前前じゃなくて前 E でもできるんですよ、あ、前、はい、じゃあワンコマでいいんだ、ワンコマで倒せる、なるほど、おっとパッツン連続技、まあ、パッツンはこういったコンボ系も結構うまいんでね、器用な感じはしてますね、なので器用な系なので、はい、やっぱりここは影使いとしてね、しっかり使いこなしていくのか、もともと 3TBJ だと思ってたら、うん、実は1、おやじさんに1を叩き込まれたということで、あーここで褒めたら、ええ、ちょっと外してしまってアキラの連続技が刺さる、 1だと必要のないコボですからね、そうですね、1はいらないですからね、 あのあれサマーなんですか、1だと声なくなって何なんですかあれ、ワンだとそんなことしないで PPPK やって PPK でいいじゃないですか、あ、なるほど、運ぶ系の、そうですね、危ない肘ピーピーで返して投げ読まれて、いやでもバッツンカゲさんね、ちゃんとヒット確認はすごいやっぱちゃんとできてますよ、ね、あー投げられた、アキラ勝利、これアキラ強いの、アキラ強いですね、俺たちだってランキング戦でアキラに1回も勝ったことないんじゃないかな、そして、シンゴですよ、じゃあシンゴお願いします、980とガロスペズパイ対パイ、しかもパイ対パイ、はい、すごいですね、ガロー伝説スペシャルのアキラとキングオブファイターズ98のシンゴが、バーチャスファイター 3TV やってるっていうね、別のゲームでいいんじゃないかっていう話になるんですけど、まあせっかくなのでね、上手くなってほしいかなと、さあ土俵だ、土俵でしたね、黄色い方の衣装が慎吾くんの、はい、パイとなっておりますね、さあ下段キック中段で返して、あーいいっすね今の攻め、はい、でこの試合が終わった次が雅子様と、雅子様、またパイがまた続くと、はい、3連発でパイが出てくると、さあおっとここは冷却、おっ下段キック、まず一歩選手アキラ、いやちゃんと知ってますね、はい、いやでもさほら、あいいですね、あ今のやつですね、下段から入る、はい、あれがねちょっと嫌なんですよ、さあ投げて、おっと飛び越えた、下段キック、追い打ちは避けてスウェイからサイドキック、そうね、だから信頼できる中段キックがなかなかね、そうですね、まあ、それをおーうまい、まあ、それをこういかにごまかしながら戦っていくかみたいなね、はい、これですね、ピピサイドキック、ワンパン挟んで水面蹴り、DDT に持っていく、アキラ、ね、DDT 減りますからね、減るね、あれ攻撃力が高い、60ぐらい減りますから、60、はい、さあ投げて、起き上がり、そう、アキラリーチ、しっかり、蹴り置き使ったところに確定で入ってましたね、そうね、はい、まあちょっとね、あれ、3のパイはマイピーはないの、戦中剣はないの、戦中剣あるんですけど、あんま強くない、あ、そんな強くない、はい、カウンターで当ててボブかフリぐらいなんですよそんな肘いらん、はい、微妙な性能です、あれ4の時ってパイ強かったっけ、まあ4はうんまあまあじゃないですか、まあまあっすね、そうですね、ただ4の時は先中堅強かったと、強かったですね、カウンターでかなり有利だったような気がしますけど、まあ、シリーズによっていろいろこうキャラランクが違うっていうのはまたバーチャの面白いところですよね、パイ一番強いのはエボっすかね、いやそうかもしれないです、ね、4エボ、はい、4エボかもしれない、おサイドキック今当て身取られましたね、あっあっパンパン慎吾ギリギリ勝利お見事、そして雅子様、じゃあ雅子様乱入の方お願いします、ワンピガーですね、これ豆知識なんですけど、はい、下段投げのスカリと立ち投げのスカリで実は下段投げのスカリの方が効果が少なくて投げるの難しいんですよ、なーじかそうだったんだ、はい、だから PPP とかで暴れられると意外とめんどくさい、へえ知らなかった、というわけでワンピガーは、世界で一番 3TV が上手い女性プレイヤー、雅子様のパイということで、やっぱりね、動きがね、雅子様は早いんで、ね、そうですね、クロートっぽい動きです、はい、捉えていくかっていうのはポイントかなと思います、まあ、上下のダッシュからのこのようないろんな技の連携、はい、で、相手のスカ角を取っていくみたいな、はい、そうですね、素晴らしい、さあ中段から下段キック、ここは当てたぞ、慎吾、あと体力は少し残っている、残り10秒、追いつけるか、下段キック、あっというようだ、連携も読んだ、返した、一定で返しましたね、はい、どうなの、ギリギリ、下段キック、いや大人ですね、大人です、大人の戦い、大人の対応でしたね、雅子さんは素晴らしいです、サブラに待て、おっと投げとできる、バギあれも10分消費、うめどうなってるんだ
まあ性別は関係ないですからね。あっとやり返していく、はい、シンゴどうだ見せれるのか、お見せれる、あーあー冷却落とせるか、はい、ヘラキック体力リード、裏待てサイドキック、さあもうごちゃごちゃしてわからなくなっているガード方向、でもこのゲームはボタンでガード、おちょん蹴り、あっあっ追いつけなかった。まあなんか俺バーチャファイターマニアックスとかにもよく書いてあるんですけど、はい、まあ、答えは必ずあると、はい、で、はい、あのジャンゲリとかがねこの急に出せるこの発想のひらめきがね、あのバーチャファイターの醍醐味ですか、別にシリーズ問わずね、はい、まあやられた方はもう温まるにこと置かない、だいぶ温まりますね、温まるとふざけんだよ、しかも3は下上っていう狙わないと出せない、狙わないと出せないですからね、ああいうのね温まるんだな。さあ体力同じぐらい、ここ信号一矢報いたい、さあ減らしていく、あーうまい、置いてやる、サンタテまさこさま勝利、お見事、オドバンジェフリーないね、ヨネさん、ヨネさん、ヨネさんいる、あいますね、あいた、はい、じゃあこの試合が終わったらちょっと枠取り直します、はい、ヨネさんはジャッキー使いなんですけど結構基本がだんだんできてきて、うんうん、よく質問されるんですけど、なるほどね、はい、さあ 3TV を、初めていろんな質問ね投げかけ、まあ、でもやっぱり絶対疑問ってあるんだよね、なんかいつもやっぱ同じところで死ぬなみたいな、同じ連携食らうなとかね、そうですね、まあ、必ずまあ上級者はそういうの通り抜けて上級者になってるわけなんで、そうですね、まあまあ気楽にね、はい、まあ、いろんなイベントでお会いした際にはね、まあ、リカちゃん選手等に聞いていただければななんて思いますけどね、はい、お気軽に受けて、裏回り、さすがの松本さん、ここからのコンボ、ね、はい、はい、さあリングアウトが後ろにあるぞ、ムーミン谷があるぞ、ピピ、ここからは大人の立ち回りで、おっと、はい、ここ大人の対応で体力リードしてるとやっぱこうなる、まあそうですね、大人の立ち回りなら、ね、重要ですからね、はい、一歩選手、雅子様ダッシュアーマー避ける、サイドキックも避ける、さあ距離を取って中段を狙っていこう、うまい、エスケープから冷却、もう一回サイドキック、オージャッキー投げ抜けてる、うまい、ここはダウンオイチ入ってしまった、さあ後ろはムーミン谷があるぞ、下段キック追い打ち、逆から、まあ、とはいえやっぱり雅子さんはもうやっぱジャッキー影と戦うのはやっぱ怖いと思うんですよね。そうですね、ただ彼女の場合相当対戦の経験値が高いので、経験値が高い、はい、今の見ましたか、ビートナックルをさっと避けて、はい、自分の技当てるっていう間合いがやっぱり間合い管理が間合い管理ですね、はい、まさに逆に TV やっぱりあんまりやってない人だと間合いでやられるっていうのはよくあるんで、あーなるほどね、そこはねやっぱタッチパンとか使って下パンとかで近づいていかないと、うん、技を振り回してるとやっぱりやられちゃうんで、なるほどね、はい、まあ、そこで思考を働かせるというところでね、はい、やってほしいかなと思いますけど、さあここはしゃがみダッシュ、お互い牽制し合う、ここは届かなかった、おーサルキック、大人のキックが入って雅子さんの勝利、お見事、青っぱい選手いないいない、ケンシロウもいないで、あの、南南さんいる、じゃあ南さん、前回、ムーミンダニを卒業したムーミンダニを卒業した南選手ですね、はい、じゃあここで枠を取り直しますね、しますね、じゃあ南選手、2P 側に乱入をよろしくお願いします。さあ、雅子様、今日は、どこまで順位上げられるか、それとも南選手が止めていくのか、注目したいところですね。とりあえず今回で、第1期終了ということで、そうですね、はい、そうですね、第1期 3TV ランキングバトルが終了すると、まあ、でもあのバチャバチャ 3TV、今後もね帝は盛り上げていきたいかなと思ってますのでね、また会場借りて、大会とか、考えてますので、はい、よろしくお願いします。まあ、1と2も 3TV ほどの、 あのプレイヤーの数はいないんですけど、まあ少しずつワンツーも、遊んでいければなと思ってますけど、ね、実際、まあ、そのうち方も結構やってますからね、うん、あ、じゃあミミ大丈夫よ、乱入しちゃって、あ、お願いします。あれ、いる、あれ、ミナミ、ミナミ選手いる、ミミいない、さっきまでいたんですけどね、あれ急に消えた、消えた、消えた、飯食いに行っちゃった、あ、いた、アピールかなんかだったんですか、ね、アピール彼のアピールなんですかね、あ、アピール、アピールぜ、アピールぜというわけで、前回ムーミン谷を卒業した南選手、影、このステージは影結構強いですね、なるほど、狭いんで、狭い、はい、狭いことはいいことだと、影にとっては、そうですね、まあ、あの投げからの連続技がありますからね、はい、ここはじゃあ雅子様正念場ということで、おっと中段挟んでいい差し合い、いやいいですね、はい、あ、そっか、割と小円楽で終わっちゃう感じなのかもしれませんね、はい、肘
ゲダンキック、ちょん切り、オブレッ、あー強い影、しかも平面だからコンボがあんまり変わらない、あんまり変わらないというね、まあそういったステージ運も若干絡んで、おーうまい、バックステップ技すかしてしっかり自分の技を当てていくマサオ様、おっと、おきぎり、ガロされて、裏、昇竜拳、そして追い打ちのギロチン、さあスウェーで様子を見て、ダッシュ近いで肘、ワンパン止めて、うまい、おお読んだ、下段読んだ、そしていいですね、投げせる、はい、よろめかしたら投げとタイトリーの2択になるので、あ、なるほどね、はい、さあラウンド3、いちいちからのマサコ様、まずワンパン当てて肘で返していく、いやワンパンで止めていく、 PK、 おまい、すかして、すかして投げていく、さあ転がって起きた、あーこれか、あーよかった、優しい、しました、ね、優しいですね、はい、優しかった、ムーミンダニを卒業してもたまにムーミンダニを思い出してしまう時があるんですしょうがないです、人間だって俺は人間だからとか、あっどうだ、冷却、おやじまだ生きてる、残った、おお中断、置き攻めの中断をピシッと当てて、はい、さあこれで雅子様リーチ、どこまで勝ち上がっていけるのか注目したいところ、キックワンパン冷却、そんなあげおやじ、まあ影はあの攻撃力の高い技も結構揃ってますからね、影のミドルキックもかなり強いんで、うん、コンボ入りますからあれも、あっどうだ、いや、あー安定の安定の列脚、はい、そして南選手し破れる、国王号、国王号選手いらっしゃいます、いやいないです、いないいないね、LJ、 じゃあ LJ 選手雅子様に、ね、乱入してください、 2P 側です、ザボンいる、ザボンさん今日いますね、ザボンさん、はい、ザボンさんいる、ドラゴンさんいな い、 ない、勇気マニア、いや見てない、見てな い、 てない、北口ジャッキーはいたような気がす る、 いますね、はい、あ、じゃあ次ザボンさんですね、この試合の後ザボン選手準備だけ整えておいてください、よろしくお願いします、さあ LGA 選手が使うジャッキーということでね、さあ列脚、まあ、LGA 選手 の、 あの大技乱発を起こす隙を突きたいところですけどね、今日もあの LJ ファイヤー見れるといいんですけど、見れるといいんですけど、はい、当たるといいんですけど、あれ好きなんですよねわかるわかるさあ見れるか、エルボースピン、ここのぐらいまではまだ真面目にやってる感じでしょうか、あっさあちょっと時間ないんで、時間ないんでここはちょっと行かざるを得ないですね、はい、さあ雅子様が LJ 対策バッチリの立ち回りですね、付き合わないよ、付き合わないよみたいな感じで、相手が誰であろうと LJ ファイヤーやるのがいいですよね、いいですよね、あれでも発生早いですよね、1段目の、ああそうですね、中段で、はい、だから削り技としては別に選択肢としては間違ってないのね、ありですね、はい、うん、割と次出すか出さないかのタックがめんどくさいっていう、そうですね、はい、そうですね、まあ見てからガードとかそういう話じゃないですからね、はい、さあどうだ、ああ、ね、はい、バギーケ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 ー、ああやばいですね、 LJ 選手が完封されてますね、はい、これはまずい、今日は雅子様どこまで順位を上げていくのか、さあ注目、3本目ジャンプキック、ここは後ろに下がって付き合わない、避けていく、あー LJ いいですね、来ましたよ、来ましたね、温まりキックですよ、ホットキックホットキックからの追い打ち、ホットキックいやいいですね、ホットキック、ああ今雅子様に通じませんでしたね、あどうだ、あーレックスライサー、普通に行きましたね、普通に行きましたね、大人の対応でしたね、はい、ここは1本取り返す LJ、むしろ LJ ファイヤーをちらつかせてんの、あ、当たっちゃった、わけがわかんない当たり方してホットキック今どこに当たったんですかねめくりみたいな感じ、あまりにも灼熱のため当たってないのにダメージが雅子様に入っちゃった感じですかね今あぶね、あっ、あー出し切りましたね、死んだか LJ、 LJ 急に最終ラウンド雑になるのに雑になりましたね、雅子様勝利、お見事、じゃあザボン選手ズピ側に乱入お願いします、いやもうあまりの灼熱の炎のため当たってないのに雅子さんがダウンしましたからね、今ねやばかったですね、めくりめくり、今かなりめ、まあ、コメントでガードボタンでめくるゲームはブリキワだけだぞ、あれめくられてんじゃないですか、めくられてんすかね、たまにありますからね、たまにある、はい、バーチャー 3TV にもめくりがあるということで、わ、はい、かりました、鉄拳ってレバーガードだからめくり結構有効だったりするんですけど、まあね、あれはね、はい、めくり有効だよね、はい、そうなんですよね、最近は疲れてるのかどうかわかんないですけど、うん、いやびっくりしました、さあこれでザボン選手が使うのは、ね、ジャッキーということで、はい、彼もかなり強い、強いですね、はい、さあここはもう雅子様と、ザボン選手も読み合いの世界にそろそろ入ってくると、はい、さあうまい、
これ時間が微妙あーナイスガード大人の、はい、大人の逃げ切りです。大人の逃げ方、はい、これが大人だよと。坊やではないと。うまい。あーヨタまずゲナキック。いやーザモさん困ってますね。困ってますねこれ、はい、流れが今マスオ様に来てるんですよ、はい、この投げから流れを変えたいところ。ザボンお投げ掴まれてビトラック様、ここ入らなかった。さあバックステップしてる。さあワンパン下段ジャンゲリ、あどうだ。あーサイドキック。これはやばいですねこのパイ、はい、世界が見えるこのパイ。いやいいですね、いいですね。カウンターだって、まあ、このようにまあ強キャラでも十分戦えるってことですよね。読みさえ合えばこのゲームは誰でも勝てるんで。そうなんだよね、はい、まあ結局全キャラにやっぱ強い行動っていうのはね、揃ってる。おお勝ったまさこ様、お見事。これやばいですね、やばいですね。これ北口ジャッキー、北口ジャッキーいらっしゃいますか。じゃあ、はい、ミカドジャッキーと噂された。これ今2位なんで北口さんが負けると次僕なんですけど。なるほど、ちょっと嫌な感じがします。ああなるほどね。これで今もう雅子様が5連勝中なので、あもう魔界チャレンジ、魔界チャレンジですね。これねチャレンジになったらどうするんですか ね、はい、ね考えてなかったですね。さあどうだ、ワンパン挟んで北口ジャッキー。さあ、あ、コマ投げ、ゲダンキック、返していく。さあ、リーチが長いゲダンキック。いやジャッキー続きますね。まあ、マサコ様的には相当めんどくさいやつがめんどくさいです、ね、って続いてくるわけですよね。タイプもまた違うんで。そうですね、これマサコ様の上がジャッキー、ジャッキー、カゲカゲ、ウルフっていう、うん、もう、現実を突きつけられる感じですかね。あー、ここはオギゲリー入ってしまった。さあ、マサコ様の快進撃がこれ止まってしまうのか。さあ、ワンパン、ジャングリ止めていく。下段パチ、おっと、ここはマサオ様読み勝っていく。ステージが狭い、ステージ狭いですね、ここは。はい、まあ、角度によって広いところもあるんですけど、うん、あ、なるほどね、はい、これ、いびつな形になってるんで、ここは、うん、おっと、サイドキック読んで、いや、いいですね、はい、投げ角の状況を見逃さず、はい、しっかり攻撃を与えていく。避けると、やっぱ技を、大きい技を避けると、大体投げが確定しちゃうんで。そうですね、はい、まあ、バーチャルファイターの基本になっていると。お投げ読んだ、ここは投げ抜けていく。近寄づいたが置き蹴り、下段2発、ここは当たってしまったか。肘サイドキック、ワンパン、おお、うまい、はい、ね、はい、誘って、はい、水面蹴り、そうですね、パンチ読んでの下段蹴り、あの下段回し蹴り、ねえ、素晴らしい立ち回り。ほっと末から、いや自らも末、下段パンチ、ここで一回様子見る。あっ、だった投げ勝ってる。抜け漏れですかね、抜け漏れですかね、はい、しかも当たってなかったのがね、はい、当たってなかった、はい、そうですね、足位置と暗示で当たってなかったですね、はい、さあどうだ、ピピ、ヒジ、ゲナキック。さあ北口ジャッキー、ここは気合を入れてなんとかここで1本取り返したい。暴れでもエルボースピンは強いですからね。まあそうですね、はい、あと困ったら打っとけみたいな、困ったら打てばいいと思う。おっ、ああこれはまだこれは残ったか、残った残った残った、ゲナキック。ちょっと踏み込みが足んなかったですね。そうですね、惜しかったですね、マサコ様。さあダブルリーチからの最終ラウンド。さあ、すかした投げ抜け、しかし冷却が